日本福島県藍津若松市西七日町西七日町は福島県藍津若松市の町名。郵便番号は9 6ロ0 0 4 5藍津若松市の北西部、また市街地の西寄りに位置しており、町域東部の東日本旅客鉄道只見線、七日町駅や町域南部を通る国道252号を中心に商業施設などを含んだ市街地が広がる。 町域の東側を通る只見線を挟んだ向かい側は七日町で、前日の七日、町駅は本町と七日町の境界付近にある。藍津盆地の南東に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の市街地北西部に位置する。西七日町とその周辺は市街地になっており、一部では商業施設などが立ち並ぶ。西七日町は東に神奈川町、七日町、 日清町、南に大町、五月町、西に橋本、北は、高座市町大技黒川、町北町大技富士室に接している。西七日町は、昭和後期の合津若町市による住居表示事業により誕生した町で、それ以前は七日町、岩井町、町北町、高座市町のそれぞれ一部であった。また、町北町は1五十一年四月一日まで、 郷座市長は1955年1月1日まで、それぞれ北合津郡町、北村、郷座市村であった。加えて、岩井町は1883年になるまで、北合津郡若宮村の一部であった。若宮村は1877年、若宮分に加えて、戦国町分、石上分のそれぞれ一部が合併して成立した村で、 1883年に一部が岩井町となったほか、岩井町とならなかった部分は、屋敷村、東条戸村と合併、黒川村となった。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。町域南部を通る国道252号で合図乗り合い自動車によるバスが運行されている。系統、ありがとうございます。